ハ <laughs> あ,あこれは名実ともにっす <noise> 一人だよな機銃もいないし全力のテーラーコンビア叩き潰したいんだよね イリセンとは今0時ね真夜中吸血鬼寺こもりは分かってないでしょ使い方を力ってか今意師だけだもんな あの日お母さんの肩身ねという教え。 甘津先生なんかだいぶ和だな戦いの授業 <laughs> あだめちゃめちゃしごかれたか厳しい家庭だった で、強くなって徹底的に他者を虐げる胃の劣解放なんだそれそえそれはなんだそれそれはいっぱいなんかあるもんなの ほうあ後天的に掴めってほうそれがだ先天的なのがってことじゃない困り劣化解放心のありよ あシングシングで鍛えられてきたえまだ1ヶ月だろ あんたはできるのそらゆがむわ隣のクラスの子。 劣格解放特別なうんうんうんっていうか普通にやっぱりもう知られてるんだそういうの劣化解放誰チオス。 吸われたものの未来よ。やっぱいろいろあるんだね劣化解放 それでこうなったの、ね、だからウィルは未来予知ができる覚えてないけどここで助けた落ちこぼれだからいじめられたわけじゃなくてウィルは。 ほう対術とか普通に強いってことか基礎力が。 ミス化されたのね <laughs> これ自体もなんかありそうだよなお母さんの形見記憶の断絶あ覚えてない ああ,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 あそうだよな死ぬよなみんな30人死んだって覚えてないどんだけ強いかいっかりさ魔覚を壊す それは境遇に同情しないことはないけどねだかわいそういや間違ったやつに頼ったな えど,どうする気なのあお互いに何があったか分かってない。 んえー、ええははははなるほどなるほど、ね、ヨハンをやれてもこの目は えみんなあの目になるってことビールに今のやる余裕はねえよな、えー、だ強いんだよね劣格、ま、解放はできないけど おおおおおうん魔石時間稼ぎはできるけど何がスイッチやっぱぶち切れるしかないのそれとも血心のありようつったよな ここで超えなきゃいけないのかなんだ壊れちゃってんだよな純粋に憎めなくなっちゃったのがなんかも 投げてて、えー、戦えてるよお、えー、やったんですけどええいや食らってるよね いいやいや本当に本当にあれでも劣化解放できないんだよね向こうはねいやさすがに無理だろ <laughs> なんでやねんどうやって全然大丈夫そうなんですけど <laughs> え何何潰れたでしょ え、ダメなの 大丈夫だったのもなんか種があるのかなそれとも単純に強くなったからいや3年釣ったもんなやっぱ逆さずきで おうお、お、お、理解した。 今まで逃げてきたから何もあこの変化はだったら劣化具解放しなくてもやるあそっちか 折れない寺こまりがあの時も無駄な正義感で立ち塞がった寺こまりがどうあってもそれを潰したいんだよね。殺したいとかじゃなくてシンプルに。 そろそろやばいぞ本当に <laughs> いや意思は示したよねじゃあ今ブチ切れる必要があるの意識が飛ぶ シンン <laughs> あああそっか血を飲ませた未来を見た。 発動条件があるってことかコマリにも血を飲んだああ知ってたんだコマリの名前ね <laughs> <laughs> ど、どういうことし、魔力が高まった身体強化ってことあ、思い出した。あ、ああ、やっぱり、あ、違う。鼻血がつてたな。<laughs> あ、これはもう終わったわ。 え、来ちゃったよえ、いや、いや、いや、あの、いえ、ああ、目にするいや、その、え、と、特急魔法いや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 聞かないでしょう。いや、え、な、何ができるん、こまりは。はじくははははははあこれは名実ともにす、かははは。 さすが七具店。ぐてん <laughs> いやいや、ちょっとシリアスなとこだったんですけど。えあー。<laughs> しんぐいやそれはさすがに聞くよな届かなきゃ意味がないか <laughs> あちはきっかけにすぎないか。 勘弁してないんですけどえいいあ傷はまんまなのねえビルはってかえ記憶残ってるやっぱ意識なかったの はあ、もうえやってた飲んだああそういうことかその時は暴走して手当したしに殺しちゃって 今はだ敵をやるくらいになってんのかいやでも3年前皆殺しにしちゃったもんな自覚はないのねでも忠誠度はすごい上がってるよ向こう <laughs> 顔を捨てるたち。えそれだけは <laughs> 盗賊 <laughs> もうこじらせすぎもう <laughs>。チラ<ー>。<laughs> はいはいよろしくねはい <laughs>。<おー笑>あらあら。あプロポーズだねもう現地取ったでおうおうおお。 ハハハハハあらあ終わっちゃったいやーちょっと顔を捨てるたちにもあのちょっとご褒美開けてほしいわ毛を使っちゃったからさおぐしを <laughs> いやあの姿見れただけでもあれか 劣解もともと先天的に持ってたのね。で3歳の時にわからないのも血を飲んでスイッチではあるんだ。だこの目がそうだったのね。だ今回でだ気持ちが前に向いたから,だからそこに変化が起きたかもしれんよね。 なんとかなったってことだから。え、か勘弁してやる、勘弁しなかったよね。え、いや、どうなのいや、何かやったのかないや、とにかく強いってこと鉄球を殺す魔法じゃなくて盾出したわけじゃないもんね。弾いたもんね。いや吸血鬼としての力が、 完全に目覚めるってことねあさっきの皇帝陛下のとこちょっと見返すけど。サクナメモワールと七具天、えー、とが新キャラか、さくなメモワール。うん、で、七具天まあまあ、これでね、本当名実ともに、うん、証拠も示したから強いぞって、自分は分かってないけど。<laughs> だこれからも虚勢は張るわけだ、うん、でもまあ気持ちはねしっかりあるから前に進もうって、うん、っていう感じでずっと行くのかねやっぱやるたびに記憶は失われるのかなだから完全にスイッチが入るっていうことだないや次回の顔を捨てる多分めっちゃハイテンションで来るだろうね <laughs> でウェイも多分ちょっとビビってんじゃない <laughs> ちょっと態度変わるんじゃないかな、うん、間違いなく中誠度は上がるわな、士気上がるわな。で、だあれで示したわけだから、だから当分やんなくていいね。やっぱり、だか閣下のために俺たちもっていうことに、まあいいんじゃない <laughs> やばいのは今後、逆さづきだよね。えー、魔覚を壊す組織。 けるものの本死こそいけるものの本懐だっけその思想があるのね、まあ、多分その親玉とかと会うのは当分先なんだろうけれどもどこまでいくんだろうね1期で2期とかが決まってんのかな多分もうほんと序盤も序盤だと思うんだけどだとりあの後でえず、ー、あとで固定下のところを見返してしっかり整理しとってねえ この白氷の上だか,だからきっと最終的にはやっぱ破壊はされると思うんだよねでその時にやっぱ本当にやらなきゃいけなくあやその時にはしっかり掴むかな寺コまりもそこまでドシリアスになるとも思えって思ってたけどでもな前回からね一気に来たしミリセントの件はすごい複雑だけどうん。<laughs> トラさん同情 <laughs>、うん、できなくはないけどね、うん、まあ最後にちょっと改心はしたかもしかしたらなんかあるかもね寝具でやったわけじゃないわけだからそう,そうだよそうだよないや劣化解放の能力はどんだけでもんかわからんけれども まだ魔覚は破壊されてないわけだし、うん、捕まってるかな、復活したところで。で、あ結局だ、ヨハンが見てないから、いやいや、さすがにまあ、意識変わるか。うん、あ,あ, <laughs> あれを、だって、意志は見たからね、うん、この人は親分だって多分認識したろ。ってなると、だ本当に意識は大丈夫なの コマリスト私が <laughs> 一丸となって、えー、閣下を支えて困りコールで上り詰めるのかねこれからも勝っていくしばらくはそれが続くだろうねでもそれがいつ崩れるか新しい資格はいつ来るかって感じかな、まあ、とりあえず、はい、今回で1つの区切り第4話でございました次回第5話でお会いしましょうじゃあね